友達テレビご覧の皆様こんにちは。心の旅の時間です。今日は第2回目、片山先生をお呼びした心の旅の回でありますが、1回目はですね、まあとにかくお考えになる一番最初ですね、おかしいなと、人間おかしいなっていうのがないと進みませんから、おかしいな、不思議というのから始まりました。今日はその次ですね、気づきと、いやあまり論理的なことは別にして、ああこうなのかなと思う状態のことをですね、片山先生にお話しいただきまして、時々私の方でコメントを入れるという形で30分ぐらいスタートしようと思います。じゃあ先生よろしくお願いします。お聞きの方々もですね、どれが正解とかこう間違いだっていう考えは一応横に置いといて、心のことを考えるって意外に楽しいんだなということにね、まずお気づきいただきたいっていうことで、じゃなくてですね、心って何ですかという言葉でこの気づきという言葉を、持ってきました。で、心の、まあ、難しく言うと、まあ、定義なんていう言葉がありますけどね、心とは何ですかって皆さん方がお子さんに、尋ねられた時にどのように答えますか、お父さん心って何、お母さん心って何って聞かれた時に、皆さん方あるいはお姉ちゃんお兄ちゃんは何て答えますかといったお話になります、ね。そういった話を、今回は、させていただこうと思います。よろしくお願いします。じゃあ次お願いします。はい、ちょっと難しい言葉が出てきましたけどごめんなさい。これね、私たちの体の中についている感覚器の名前です。要するにね、目とか鼻とか、耳とか聴覚とか言いますね。そういったことをちょっと専門用語で書いてるだけなので、ああ難しいなと思わないで、どうかお付き合いください。で、1番目のね、特殊感覚、上に書いてるのはこれがいわゆる目とか耳とか、そういったものですね、鼻とか、あと平衡を取る、バランスを取るのも耳の中に入っている。あと味ですね、味覚。次に、内臓感覚っていうのがありますけども、これは私たちが喉が渇いたとかお腹が空いたとか、あるいはお腹が痛いとか、まあ、そういった感覚のことです。そして3つ目の体勢感覚、これはね、主に運動する時、筋肉が伸びてるなとか伸びてないな、ね、あるいは皮膚の表面に何か触ってるな、押されてるな、そういったことを感じる感覚です。で、まずですね、私たちはちょっと専門的に言うと、こういった感覚器によって刺激を何か感じてるんだ、つまり気づいてるっていうかですね、感じてるっていうことになります。ですから、まず心の始まりを感じるっていうキーワードで覚えておいていただければと思います。はい、まあ、この分類はですね、片山先生が姿勢というものを中心に、体というものを中心にお考えになっているので、こういう分類になりましたが、今の日本人、特に東京とかそういう架空ですね、東京っていうのはもう完全に架空の空間になっております。例えば我々はマンションの四角い部屋に住んでるんですが、マンションの9階の部屋に寝るなんていうのはですね、誠に架空でありまして、空中に寝るということは人間はありえないわけですね。怖くて寝れないわけであります。人間の感覚というのが現在では、人間の大脳皮質による、まあ、いわば論理的状態で強く抑えられておりまして、例えば味覚なんかでもですね、味覚っていうのは味なんで一番五感の中で弱いんですけども、まあ、嗅覚が閉じると、風邪をひくと味がなくなるっていうのはそうですね。ですから、まあ、最近ではある風邪をひくと味覚障害が起こると。味覚障害っていうのはもうしょっちゅう起こるもので、例えば皆さんが最近、若い女性は、美味しそうな料理が出てくるとシャメをしますね。シャメをすると必ず味覚は落ちます目で見た感覚の方が優勢ですから、目で見た感覚が舌の味覚をかなり弱めるわけですね。まあ、半分ぐらいは効かないと思います。したがって、味を感じるには照明を暗くして何も聞かずに、
目を閉じて味わう、舌の上に物を乗せて味わうっていうのが一般的にそうなんですけど、それはいかに味覚が弱いかっていうことですね。それからここにあります内臓感覚ってのはこれ難しくて、内臓感覚とは体制感覚と難しくてですね、現在のその精神医学というか、精神医学じゃないですね、神経学って言いますか、知識っていうか、なんかそういったものはですね、今研究中でありまして、今までは大脳皮質、まあ、いわゆる大脳の端ですね、そこのところが効いてるんだろうと思われましたが、最近では、まあ、僕が言ってる伝統脳ですね、小脳中脳延髄、まあ、こういったところの貢献っていうのがかなりあるんじゃないかと言われたのが、まあ、1960年ぐらいから80年ぐらいですね。で、最近の研究のセンターはどうもそうじゃないんじゃないか、腸っていうのは脳ではないかということで、最近では腸のことを第二の脳と言ってる人がおります。それからもちろん、あの、人間以外の動物はほとんど大脳皮質がありませんから、その意味では中枢神経系とかですね、筋肉とか、まあ、そういったものを、まあ、どのように考えればいいかということが、まあ、現在の研究の中心であります。例えばその例として森林浴っていうのがありまして、昔は森林浴っていうのは、木が、まあ、死ぬ時っていうか部分的に死んでいくんですが、部分的に死んでいく時にクレゾール系の化合物を出します。これが木のいい匂いなんですね。で、それを森林で嗅ぐと心が休まるんだっていうのが森林浴であるというふうに言われておりましたが、最近では皮膚で、20MHz 以上の音波が皮膚を振動させることによって、自分は森の中にいる、ああよかったなというふうな感じが得られると言われておりますが、これもここでいう感覚の領域がですね、やっと現在の学問では今片山先生が言われたような、今まで大脳だけだったんですけど、大脳だけがですねかなり広くなってまいりました。まあ、あの、私なんかは朝、起きてご飯食べるのとですね、朝起きて、ベランダがありますよ、うちは。ベランダに出て太陽の光を浴びて風を感じるとものすごく気持ちいいですね。頭もすっきりしてきます。その時に、まあ、現代の最新の、あの、学問では足の裏から細胞が生きていくと、うん、で、あの、意識感覚が生まれてくるんだと、はい、いうことで、まあ、このところは、まあ、これはあの、まあ、片山先生もいろいろ勉強もされてたんでしょうけど、まあ、その佐世保でいろいろ自分の感覚を研ぎ澄まして得られた感覚であります、はい、まあ、そういうことですね。そうですね、はい、どうぞ、はい、あの、まあ、ちょっと言い忘れましたけども、まあ、あの、一応最大公約数で3にまとめてるんですけども、さらにまとめると当然ですけど1つになるわけですよね。で、この感覚器がですね、実は今、昨今ですね、研究の末分かってきてるのが、全ての感覚器が表皮にあるということが、あ、日本の研究者の方がまず、あの、特殊感覚はですね、全て表皮で、色までも皮膚が見分けるっていうことを研究されて、これがですね今、さらに進んでいます。ですから日本の言葉に肌が合うとか肌が触れ合うっていったこう親しくなるっていう感覚、言葉がありますよね。あれがまさしくですね今最先端の研究で、全ての感じる元が表皮にある。この表皮っていうのは後ほど、また、別の回で出てくると思うんですけど、非常に興味深い、作りにつながっていきますので、お楽しみに、していただければなと思います。では、次お願いします。あの、同じような名前が出てきました、特殊感覚、今度はね敵と書いてますね。体制感覚的気づき、内臓感覚的気づき。まずですね、特殊感覚的気づきって何かと、眩しいとかですね、うるさいとか、甘い、味覚の甘いですよね。この言葉を書くとちょっと嘘になるんですけど、言葉に書く寸前の前ぐらいのものが特殊感覚で感じ取られてると。あるいはですね、体制感覚では重いとか硬いとか痛いとか、こういった感覚ですね。
で、これ言葉にするとちょっと嘘になりますけど、ちょっとこれは言葉を出さないと便宜上皆さん方にお伝えできないので、この言葉になるちょっと前のものと思ってください。で、それで次が内臓的感覚、内臓感覚で気づき、喉が渇いたとかね、さっきも言いました、お腹空いた、お腹が満腹だ、お腹痛いと、そういう言葉思いになるちょっと前、ちょっと前ですよ、ね、だんだんと言葉になってくるんだけど、思いになる前のことをここでは気づきと言っています。で、今回のテーマも気づきなんですけども、最初のところから、始まると、まず感じるという言葉がありました、キーワード。そして今2番目の気づき、これは会話的に言うと感じて気づいて、さてその次に何が起こるかっていうことですね。で、そこにつなげていきたいと思うんですけども、何かこれに関して先生、ご意見。で、はい、人間のここで言ってる感覚とか気づきというところに、全体に人間の場合覆ってるのが、大脳皮質の論理回路なんですね、はいはいはい、ですからその論理回路が、人間のこういった感覚とか気づきとかいうものをコントロールするようになったのが、一応200万年前と言われております、はい、で、200万年前に、大脳の大きさが 1000cc を超えた時に、全体を圧迫するようになりますね、はい、それで、その一つの典型として火を使うようになったのがその頃なんですね、はい、150万年から200万年前と言われておりますが、はい、なぜ火を使うか、はい、っていうのは感覚的、ここで言う体感覚としてはね、嫌なんですよ、はあはあ、だから全ての動物は火から逃げる、はいはい、ところが人間はなんで火を使うか、火を使った方が暖も取れるし、食べるものも美味しい、ということで火を使う、しかし火を使えるようになるという心理状態はどういう状態か、だから火を使ってる場合はこういった感覚的っていうかな、本来動物として備わっている感覚を、現在では我々のつまらない大脳が抑えてると、そこのところにストレスの根本原因があるんではないかという考えもあります、はい、それからもう一つ、今言われたね、皮膚が全てというやつはね、我々の頭はですね、こういうことをよくテレビで言うんですよ、最新の研究ではこういうことが分かりました、最新の研究ではこういうのが分かりましたって、殺し文句でね、なんか正しいように聞こえるんですこれで今までの考えは間違ってて、最新のやつが正しいと、しかし正しいか間違ってるかは新しい古いとは関係ないんです、ね、そのもの自体が正しいかどうかなんです、だけどもテレビ、地上波のテレビがよく使うのは、最新の研究ではこういうことが分かりました、ああ最新の研究かと、しかし研究っていうのは新しいものが合ってるわけじゃなくて、正しいものが正しいということなんでね、そこのところは今はこれは私たちがこの、その心のね問題を今聞いて、片山先生がお聞きしてるのは、最終的に自分の人生とどうかとか、はい、ものすごく役立つお話になってきます、なってきます、実用的な話になってきます、それの一番の強敵はですね、正しいか間違っているかを時系列的に判断するってことです。ああ、なるほど。で、人によっては頑固な人はですね、前に聞いたことが正しいと思う、だから俺は違うよ、別のことを聞いてたよ、それ捨てられない、これ頑固な人、それから今度は新しいもの好きな人は最新の研究ではこうだと、だから今片山先生が言われたんで、うっかり引っかかっちゃった人はですね、最新の研究は皮膚の感覚でみんなわかるというふうな研究がありましたら、これはまがいもんだというふうに思っていただく方がいいんじゃないかな、つまりかなり頂上的に正しいかどうかを自分では判断しないっていうかね、そういうことが必要じゃないかというふうに思います。なるほど、類例としてですね、それを流したんです、先ほどお話したんですけど、人間の思考を研究してみるとですね、僕らどういうことをやってるかというと、何かと何かを比較して、その違いから何かを持ってる、
だから何かを見てるわけじゃないんですよね。必ず例えば右を考えるときに左というものを持ってきて、対象概念を持ってきて、そこに違いを見出して何かを考える。あるいはここに3つの桶があって、こっちは水が、真水が入ってる、こっちはお湯が入ってる、こっち熱いお湯、沸騰したものが、こっち側からこれを使った熱い、でもこっち側からこっちにした人たちはあったかい、同じものをつけてもその言葉が変わってくる。でこれはね、もう人間の限界としか言いようがないですね。僕らはどうしても比べたもので何かを考える。だから社会が変わるごとに、時代が変わるごとに比べるものが当然変わってくるんですよね。昔の比べるものと今人間、僕らが比べてるものが違うので、何か違うようになってるような気がするかもしれないんだけど、実は本質的に何やってるかというと、1000年前も今も何か2つの相反的なものを持ってきて、違いを見つけてああだこうだと言ってるという、まあこれは言い訳ではなくって、人間の仕組みはそうなんですよということをお話しして、まあ、次の、フリップ開いていただければと。はい、今片山先生が言われたことは重要で、学問の世界ではフィヒナーの法則ってありましてね、はい、それはログの I0 分の I っていうやつ、ね、式なんですね、はい、その前に平行乗数 K、うん、乗数 K がついてます、はあ、K ログ I0 分の I、うん、これは何言ってるかって言ったら I0、はい、I0 ってのは今までの刺激、はい、ね、今までの刺激、はい、美味しいとか暑いとか寒いとか、はいはいはい、それに対する今の I、はい、それの比が、はい、比のログ対数がですね、はい、対数、うん、対数しか人間には認識されない、はい、っていうやつですね、はい、私の昔ホームページに趣味の中にまずいものを食べることと、うん、まあ、こういうふうに書いておりまして、随分、はいはい、いろんな人から何ですかあれはと言われたけど、そのまずいものを食べてると I0 なんです、うん、はあ、はい、だから I0 を下げとくことは、うん、I を大きくする、うん、つまり現在の食事を大きくするということですね、はい、うん、ですこれはもちろん奈良時代の人は奈良時代、うん、2万年前の人は2万年前が I0 で、はい、それに対してよりちょっといいもの、うん、I の対数ですからちょっと効果が減災されるんですけど、うんうん、まあ、それでまあ我々は物事を感じてるんだと。ああだからおいしいものを食べるっていうのは、うんうん、よくあそこの店がおいしいとかいうのは全部間違ってて、うん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 、普段の自分の I0 よりかはいいってことを言ってる。そうですね、比較ですからね、はい、それは人によっても無駄で、はい、このスタジオはいつも納豆が48円って言ってます。その人は大概何を食べても美味しいと、はい、まあ、こういうことになるわけですね。そういうことですよね、はい、心もですね、はい、それと掃除していましてね、はいはい、例えば日本語で言うと辛抱するっていう字がありますね、はいはい、辛い、はい、辛い、ね、辛いを抱くと書きますから、はい、辛いを抱くと書いて辛抱、はいはい、ここにちょっと書きましょうか、はいはい、濁の内側なんでしたっけ、こうですよね、辛抱って。そう、見えますかね、辛抱。これね、後ほど辞書調べていただきたいんですよ。この辛抱と同じところにこういう字が書いてます。こうかな、日本線、はい、違う棒の下が日本線、これ日本線でしたっけ。もう一本、もう一本、もう一本、これは辛抱、うん、これですね。そう、これがね、ちゃんとした国語辞典ならこれと同じ枠組みの中にこれが書いてます、うん、これはね、まさしく今武田先生が言った、僕は算数は不得意なんで、ログだとか I だとかは語れませんけども、辛抱をすると辛抱ができる。なるほど、ね、なるほど。あるいは辛抱をすると、これ別の回で出てきます、はい、ね、一周回って辛いものが、美味しくないものが通ってくると、次に出てくるものが美味しくないものと比較するんで美味しい。ああ、でも美味しいものが続くと飽きちゃう、はいはい、辛くなっちゃう、はい、で次の刺激が入ってくると、はいはい、またそれが美味しくなる、はいはい、というように、美味しいものっていった確定されたものはこの世にありません、はい、これはもう断定しちゃいけないけど断定しておきます、はい、はい。
あのそういえば先生の方に何か、はい、言葉の漢字の何か本があったじゃないですか。はいはいはい。何ちゅう本でしたかね。いや言葉の漢字の本ではないんですけども、この厚いやつで、はい、これです、これです、今日持ってきました。それでしたかね。はい、これです。これはあの本をあの人の前に置いとくのは悪い一条です、はい、ああそうですか、はい、あなたの喋るやつは今日その本なのかと。あ、いやいや、そうではないんですけども、ね、一応ですね、それ本を売りたいっつってるわけ。いや、あのね、うん、私の、所在を示したいという思いで。ああ、はい、やっぱここら辺になった方がいいですよ。ああ、この辺ね。そうそう。この辺に。そうそう。あとの人格に触るからね。はいはいはい、うん。所在っていうね。これはどういう本かっていうとですね、なかなか面白い本でね、うん、国語の人が書いたわけじゃないんで、また面白いんですけど、例えばこういう風になって、まあちょっと見えないかもしれませんね。はい、少しアップができればですね、うん、こういう風になってまして、上にここは、区別とか差別、じゃあ区別と差別のそれぞれの漢字はどういうふうな元かっていうのも書いてあるかな、うん、あ、僕もあのもう随分これ10年ぐらい前じゃないですか。そうです ね、はいはい、全く売れない本です。あ、そうそう、この手の本は全く売れないですよね。はい、おかげさまで全く、はい、でもあの全然気にしてないです。これだけど2016年、はい、割合と早いですね。ああ、そうですかね、うん、もっと前かと思ってました。これ作った本屋さんは黒は多く儲けが少ないっていう感じ、はい、そうなんですよ。そうですか、はい、おっしゃる通りで、あ、はい、ありがとうございます。あ、それで、はい、まあ、あの今の辛抱辛抱もありましたけど、ね、はい、あ、それに、まあ、続くようなお話になりますけども、はいはい、どうぞ。さあ3つ目のキーワードがここで出てきました。思うというキーワードになります。これちょっと小さくここに角っこにですね、小さく3つ目のキーワードがここにこう出てきてるんですけども、思う。でこれ、3つの、順序でまとめると、最初は感じる、そして気づく、思うですから、3つつなげまして、感じて気づいて思うこと、これが心です。一応ですね、心って何ですかって聞かれたら、心っていうのは感じて気づいて思うことよとおっしゃっていいと思います。じゃあこの机に今心はありますか。まあ僕はそう、本当のところは分かりませんけども、これはトントンとした時に何か感じてるかな、気づいてるかな、思ってるかなと思っ、僕らが考えた時に多分これは感じてもないし気づいてもないし思ってもないと思います。ということで、これは物ということになります。生き物は必ず、生物は感じて気づいて思っています。ただ思いがですね、人間の思うと、まあ、動物的な、ここに最初の思いがありますけども、この思いっていう、この言葉も非常に興味深くてですね、一番最初の思いっていうのは音の心って書いてるんですね。音の心、これで思う。あの一つ前のフリップの時に言いました、思ったらもう心になりますからちょっと待ってくださいねっていうところで、思いと思う前とかね、お腹が空いたと思う前って言ってましたけども、それがだんだんと明確に思ってきます。そして、ああ美味しいとかですね、今度、1ヶ月後にあれを作ろうとか、こういった順序で一応来るということをお気づきいただければなと思います。これ田んぼの心、はい、それはやっぱり、はい、最初に音を聞いて、はい、その次に田んぼに行くとよくわかる、あ、というかですね、うん、そう、あのまず音っていうのは日本語にある音玉ですね、はいはいはい、だから僕らの名前、例えば女の子に、はい、ガチャコっていう名前はつけませんよね。はいはいはい、はい、それは音をまず取ってますよね、はいはい、文字というよりも。なるほど。で音っていうのは日本的には、はい、もうあの生き物と同様ぐらいに重要なことで、はあはあはい、だから最初に原初的な心は音から始まるっていう意味ではないかと思います。昔の方がこの意識と書いた、あの今平気で意識ってこう使いますよね、はいはい、あの意識っていうのは、うん、これも誤解が多いんですけど、あれ第六感なんですね、はいはいはい、よくあの巷で第六感が優れてるってこうおっしゃってて、なんかこう頭の中に浮かんだものが、なんかこうパッと降りてきたものが第六感っていうような会話をされますけども、もともとの意味はそうではなくって、眼耳鼻舌身意の順番の6番目が色、
それに意をつけると意識という字になって、なるほど、はい、だいたい、はい、音は非常に重要でね、はい、五感としても重要なんですが、はい、せっかく美味しいものを食べようと思ってる瞬間にね、うん、はい、美味しいわねとかね、はい、美味しそうだねとかくだらないこと言う人いるんですよ、はい、あれを聞くとね、はい、もうあの食事してる時にペチャクチャうるさく喋る人いるの、もう味が分かんないじゃないか、味が分かんない、うん、これはだからもう思ってるんですよね、この辺でいろいろと大脳進出が活動しすぎてる人がそういったことを多分言うんですよね。なるほど、はい、先ほどちらっと言ったそれが考えるんだろう、あ、そうですね、これはですね、うん、音からこれはね田んぼというよりも、はい、交わって何かが生まれるという意味ですね、田っていうのは。なるほど、だから交わりました、なるほど、うん、多分ですね、私の推測では、うん、自分の記憶と、はい、今外から入ってきたものは交わる、はーはー、そして思うが出る、はーはー、でさらにこれがその内向的な方向から外向的に思うようになってる、はいはい、なるほど、でこれが時間が経つとここにちらっと書いてますけど、はい、この発光の光は親孝行の光ですけど、はい、兄弟文字なんですね、はいはいはい、つまりその思いが発光してくる、はいはい、熟してくる、はいはいはい、そうしてまあこれを飛ぶ場合もありますけども、3つの表情ですね、ああ表現ですね、ああ表動ですね、はいはい、顔や言葉や動きに現れてくるという、はいはい、ああ流れを持って僕らは心を発動させているっていうというところが、まあ心とはという説明になりますね。僕は科学者でしょ、はい、これに困ってるんです。あ、これに困る、あ、はい、なんで困るかって言ったらね、はい、僕らは向こうからこっちに来てほしいんですよ。あ、向こうから事実を、はいはいはい、そう、事実を見る、うん、それを考える、うん、そして自分の考えに至るというようにしてほしいのに、うん、怖いから入ってくるんだね、うん、怖い、そう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 、ね、これが怖い、なんか俺を襲うんじゃないか、だから UFO を逃げるとかね、はい、必ずこのこっちから来る、はい、でもみんながこっちから来るんで、はい、いや違うよ違うよ、うん、それは怖いかどうか分かんないよ、はい、まず事実を確認してって言うとね、はいはいはい、いや事実を確認するときにもうその人ブルブル震えてるから、はい、もうダメなんです。これがまた面白くて、うん、俺がそれを見るのか、うん、それを俺が決めるのか、うん、つまりそのまあ、もっとちょっと難しく言うと、うん、認識が現象を見るのか、うんうん、現象が認識を作るのか、そうそう、これが多分僕らはぐる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 回ってるんですよね。でどこで僕らはそれを区別もしないまま、使うので、そう、自分が一定しない、そう、はい、科学者の方は現象を見る、怖がると、うんうん、もう怖がってね、物を考えてる人にいくら説明してもね、事実を説明してもね、それはもうダメなんです、はい、幽霊、カレオバナ、そう、なんとかが見る、ね、そう、あれと同じですよね、そうそう、カレオバナですね、うんうん、NHK は僕批判してるのは、はい、NHK はまず視聴者にこっちを与えるようにして画像を作るんです。 あれはもう革新的にやってるんです。革新的でやってますね、はい、もうこの仕組みをご存知だから、そう、よく知ってますからね、はい、知ってますからね。だから一番早いのは事実を説明するよりかこっちの方がいいんですよ、はい、だから怖がらせる、うん、何する、そうです、そしてからこう考えるようにすると、こうするともうイメージ数、音が出て色が出て、そうそう、あれするともうみんなが同じことを考える、そうなんです、はい、ように誘導する、そうなんです、はい、ええ、だからここもですね、今回こうやって出させていただいた、はい、革新の一つなんですけど、はい、早くこういった仕組み、その私たちの心が意図的に作られてるっていうことを気づくには、自らが心の仕組みに気づかないとできませんよ、気づけませんよっていうことがあります、はい、そろそろ30分になりましたので、はい、第2回終わりにいたしまして、はい、今度は少しずつ中の方に入って、そうですね、はい、どうもありがとうございました。See the splash and hear